保安のお客さんだ。高いちゃ裕次郎。努力ありがとうございます。東京でうちの若い奴らが勝手にドンパチやっちまったみてえでな。何でも答えさせてもらいますよ。私の指示じゃないことも分かってほしいからね。聞いた話によると、この沢渡って女が黒幕でな。女を仲介にうちの若い奴が騙されて銃の悪魔と契約しちまったらしい。契約の内容は、銃の悪魔に2万円を払う代わりに契約者は銃と弾がもらえるんだとよ。悪魔の世界も金が必要なんかな。レイシャ君と変わらないね。組にいる銃の悪魔と契約している方の名前を全てここに書いてもらう。おう、いいよ。しばらく無所に入れて反省させてください。あなたの組の名前だけでなく、他の組の方のもお願いします。お嬢ちゃん、あんたさ、何も分かってねえな。こんなこと知ってても告げ口バレたら組同士で戦争が起こっちゃうよ。バカだね。国民の安全のためです。ご協力お願いします。ジョーちゃん、必要悪って言葉知ってるかい？たち身内同士で潰し合ってみな。したらその間に外国マフィアが日本に入ってきちゃうんだ。確かに俺たちも悪さはしてるけどね、中国とかソ連のマフィアの方がよっぽどひどいことしちゃうよ。それを俺たちが防いでるんだ。ハンターが悪魔から人間を守っているように、俺たちヤクザも外国人から日本人を守ってるんだよ。ヒルハンターは学のないバカが多いっつうから、わからないのも当然かね。明日金じゃ仲間は売れんよ。これはお金じゃありません。いる皆さんの父や母、おばあちゃん、おじいちゃん、兄弟、姉妹、目です。え？安心してください。万には目を元通りにできる人がいます。ご協力していただけるのなら、その人を紹介します。あなたの言う必要悪というものは、悪事を行う自分を正当化する言い訳です。言い訳は社会に必要ない。必要な悪というのは、常に国家が首輪をつけて支配しているものです。